ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなっぴー島パドに行ってまいりました。今回はラファーファの人気モデル小川美子さんがモデルになっているアイテムを購入してまいりました。はい、こちらですね。本当にね、可愛い方ですね。はい、こちら商品名 VS 溶流チェックメロ70、溶流シドでチェック柄のメロっていう意味なんですね。そしてサイズが 3L、 他に 4L がございました。お色は中茶、ブラウンとホワイトのチェック柄となっております。お値段は税込み1089円、商品番号は 571-1013、 素材はポリエステル 95%、 ポリウレタン 5% となっております。夏のゆったりしたこだわりのきれいめカジュアルなアイテムでございます。チェック柄にヨーヨーシモの生地でストレッチ性もあり、シャリ感のある柔らかい生地となっております。チェック柄に配色のメロがいいアクセントとなっております。ドロップショルダーに片山にタックの入った袖はふんわりボリューム袖になっていて、気になる二の腕をしっかりカバーしてくれます。そんな七分袖となっております。ボリュームがある七分袖なんで手首も細く見えますね。ゆとりあるリラックス感ある身幅に、身丈はぽっこりお腹やヒップが隠れる丈となっております。前身頃は配色センターシムですっきり見えますね。といった具合で溶流チェックプルオーバーコーディネートしてみたいと思います。ユニクロのショートカーディガンに GU のキャミソールワンピース、履いてる靴はムムさんのコードロックのスニーカーでモノマネコーデをしてみました。はい、こちらの溶流チェックプルオーバーでございますね。ちょっと脱いでみますね。こんな感じでね、キャミソールと相性はバッチリでございますね。はい、次行ってみましょう。はい、ボトムスはシーズンリーズンのプレスワイドパンツでコーデしてみました。靴はね、去年の島村祭りでね、確かね500円ぐらいで購入したのかな。はい、こちらのパンツとチェック柄のお色とはアースカラーで統一感のあるコーデになったと思います。はい、こちら細かいチェック柄にゆとりある身幅でとっても着用しやすいです。こういうメロのプルオーバーって結構こうぴったりしたやつが多いですよね。今回のは本当にね、お袖や身幅もゆったりしてて楽ちんな着心地でございます。溶流シボの生地で凹凸感があるので肌に当たる面積が少ないから、ピタッと肌につくようなことがなく、ストレッチ性もあるので本当にね、涼しく着用できます。汗っかきなフナピーにはとっても嬉しいアイテムでございます。ネックラインや袖口の配色の
メロが可愛いですね。袖口もこんな感じでね、ワイドになっているので二の腕が華奢見えします。前身頃はセンターシムになっていて、よりすっきり見えるようになってますね。はい、次行ってみましょう。ボトムスは HK ワークスロンドンのテーパードパンツに、差し色にムムさんのイエローのスクエアバッグでコーデしてみました。明るい色で合わせることによって夏らしいコーデになったと思います。はい、次行ってみましょう。ボトムスは GU のデニムナローロングスカートと、靴はビアフルプチプラヤさんの厚底サンダルでコーデしてみました。デニムのロングスカートで大人カジュアルなコーデになったと思います。お袖のフレアもポイントのプルオーバーでございます。なのでボトムスは広がりすぎないボトムスがいいと思いました。はい、次行ってみましょう。ボトムスはフラッシュブルーのフレアパンツに、持ってるバッグはフェアさんのテラウェイアイミのバケツ型バッグでコーデしてみました。ブラウンとグリーン、そしてオフホワイトのアースカラーで統一してみました。優しい感じのコーデになったと思います。本当にね、涼しく可愛く着用できますね。これは絶対この夏ヘビロテしちゃう一枚になることでしょう。といった具合でふなぴーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かね参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。イエイ。